善光寺、ロープウェイで使われていたゴンドラは、かつて、長野県長野市の地付山にあった作道、地月山ロープウェイとも呼ばれていた。1960年6月、観光都市を目指した長野市は、5か年計画による観光開発案を策定した。これは、善光寺を観光の中心にし、その周辺の大峰山、地月山、飯綱高原一帯を、 観光地に開発しようとするものだった。地元資金によって設立された長野国際観光株式会社はフさ山を中心に観光開発に取り組み、1961年春の全工事五会長と長野産業文化博覧会に合わせ、雲上電近くからチフ山町までロープウェイが設置され、3月20日に開通し、運転を開始した。当時ゴンドラは、 長野県下で初めてで、雲城大駅の駅舎は鉄筋で、食堂もあり、その規模は全国一と言われた。山頂には長野平を見下ろす食堂、飛行棟を中心とした遊園地、メインであるライオンもいた動物園、ティバー一基の小さなスキー場、池までをつないだ観光リフトがあり、とても賑わっていた。しかし、百六十四年八月に都学し、 バードラインが完成したことにより、地月山が通過点となってしまい、地月山観光は板出となってしまった。昭和40年頃までは盛況だったが、1971年に長野国際観光は閉鎖し、ロープウェイは市開発公社に移譲され、天気を図るものの1974年4月に運休、1975年10月に廃止となる。 雲城台駅は取り壊され、土台の石垣が残っている。山頂駅も土台が残っており、現在は FM 全工事の送信所として使われている。また、遊園地があった場所は、テレビ局の送信所があり、モトクロスの練習場もある。周辺には当時の名残がいくつも点在している。半期は廃止後に倉庫として使われていたようだが2階とも存在している。 ありがとうございます。